断じてそういうわけではないと言っておこう。ご褒美にナズナちゃんの宙を期待して添い寝屋をしているわけではないと。痛くないですか？はい。もっと強くてもいいですよ。え、はい。結構本気出してたのに。コウ君の取り分だけどさ、4000円の半分、2000円でどう？お給料の2000円、これがでかい。だって大金だもん。ナズナちゃんに遊ぶ金、全部払わせるのも悪いしね。欲しいのは金、決して単純な中などという俗な理由で添い寝屋代行をしているわけではない。ま、ナズナちゃんは勘違いしているだろうけどね。ナズナちゃんは節だらで暴ずれだからな。まったく困ったもん。